この反応。ジグソー、うん、気になりますね。俺様の手番か。ジグソー、武器を捨てろ。君とこのステージを必ず守る。夢中になれることがあれば姿も星も関係ないんですね。この番組は楽しい時を作る企業バンダイ、マクドナルドとご覧のスポンサーがお送りします。完全体として復活したら、ああどうなってしまうのでしょう。いいから早く次の怪獣をよこせよ。失礼しました、ムシボルスト。かつてウルトラ戦士を倒したことがあるバード、最強クラスの怪獣です。おお、分かってますね。これで今度こそウルトラマン。任せておけ。俺様は宇宙最強だ。期待していますよ、ムッシュボルスト。これが最後のチャンスなのですかね。被害状況は？インパクトを受けたツンドラ地帯の映像です。直径3キロメートルが一瞬で焼き尽くされました。無人地帯だったため幸い怪我人は出ていないそうだ。ただ現地を調査したスタッフから気になる報告を受けています。周辺の放射物質からビクトリウムが持つエネルギーと全く同一のものが検出されたそうです。ビクトリウムと？現在どこから撃たれたものなのか調査中です。一体君たちは何をしているんだ。小山長官、セレス。誰？ UPG を管理する国際貿易港の小山長官です。ケデ治れ。元気だったか？はい、ありがとうございます。おかげさまで元気にやっています。なんかいつもと雰囲気違いませんか？珍しいこともあるもんだな。一体どうされたんですか？
長官が直々に来られるとは。国際貿易法は侵略者に対し防衛体制をフェーズ5に移行すると決定した。お待ちください。その計画は、もう君にはここは任せられない。これが大都市だったらどうなっていたと思う。ポイント F2 に巨大怪獣が出現。火山会長バードン。何なんだよ、早く行かないと。君たちの UPG 装備士をただいまより禁止する。隊員資格の剥奪さ。今後は私のチームで作戦を遂行する。長官、お待ちください。上層部の決定だ。どけ長官。人類が強大な力を持っていることは敵に思い知らせている。何なんだこれ。我々が総力をかけて開発したビクトリウムキャノン、いよいよこれを実戦で使う時が来た。ビクトリウムキャノン。嘘だろ、ここにこんな装備があったなんて。隊長は知っていたんですか。すまない。命の源なんだ。戦いに使うものじゃない。ビクトリアン、何のことだ。長官、この件は何度も反対と申し上げていたはずです。我々人間は未知なる力を手にし、そして何度も失敗を繰り返している。人知を超えた力を安易に扱うのは危険すぎます。では強大な力を持つ侵略者を相手にどうやって戦うというのだ。あの得体の知れないウルトラマンとやらにいつまで耐えるつもりだ。得体の知れないって、ウルトラマンは一緒に戦う俺たちの仲間です。本来この星は我々人類が守るべきではないのか。ウルトラマンも異星人だろ。いつ人類の脅威の存在になってもおかしくはない。取り消せよ、今のことは取り消せよ。あいつがウルトラマンがどんな思いで戦ってるか知りもしないくせに。どういう指導をしてきたんだ。拘束しておけ。は。他の隊員は今後 UPG 基地内への立ち入りを禁ずる。装備品を置いて直ちに出てってもらおう。待て、彼女は別だ。杉田愛さん、君の射撃の腕はこの作戦に不可欠だ。ぜひ力を貸してほし
何のために君をここに推薦したと思う？行くぞ。早速作戦準備に入る。それまで何としてでも基地を死守。了解。エネルギー充填開始。はい。貴様、地上では何が起きているというのでしょうか。なんですか。ああ、射撃の腕を磨きトップの腕前となった彼女を高山長官が引き抜いたんだ。一つでいい。誰にも負けない自分だけの武器を持て。そうすればどんな敵も倒すことができる。そっか、だからあいつ。隊長、何とかしましょうよ。人間がビクトリウムの力を手に入れたと知ったら敵は次々と攻撃を仕掛けてくると思います。まずは装備を取り戻そう。ガレット、僕はライド君を助けに行ってきます。でもそんな簡単に入れんのか。誰がここのシステムを作ったと思ってるんですか。開発者をなめんなです。さすが。とどめだ。キング・ジョー、やっちゃおう。エネルギー充電率はどうなっている。現在 14% です。次の襲撃に備え、そのままチャージを続けろ。了解しました。わっ、あなんだこれは。あともう一息だったのに。おい、もっと強い体重をよこせ。その言葉は聞き飽きました。お遊びは終わりです、ムッシュボンスト。何？もう待てません。私は早くグランドマスタールギエルが目覚めるところが見たいのです。思う存分戦ってきてください。あなた自身の体で。なんだこれは。体のチームが。もともとお前は捨て駒だったのだよ。だました。
通路に侵入者発見、急行せよ。了解。友也、急いでください、早く。ポイント E7 に巨大怪獣が出現。ポイント E7 に巨大怪獣が出現。急げ。放っておけ。それより見ろ、新たな敵が姿を現した。はい。エネルギーの充填状況は 30% です。援護するぞ。よし、攻撃準備に入る。しかし長官、パワーがまだ足りません。構わん、我々のビクトリウムキャノンだ。どれほどの力を持っているのか、まずは試し撃ちだ。はい。敵に我々の力を見せてやれ。本当に大丈夫なのでしょうか。撃て。これは命令だ。セーフティーロック解除。あれを見ろ。なんだあの巨大兵器。あの光の輝きはビクトリウム。まさかそんなことあるわけない。今こそ一つになるウルトラマン、タロン、タロン、タロン、銀河に力を。インバーストリウム。
じゃ。俺は一体何を。バカな、操られてたっていうのか、この俺様が。まさかお前に助けられるとはな。今だ、撃て。どうした。敵は戦闘態勢を解いています。だからチャンスなんじゃないか。ですが、ここで侵略者を倒さなければ多くの犠牲者が出るんだぞ。いい、今日のところは帰ってやる。俺が倒すべき相手は他にいるからな。いい、だが待ってろ。そいつを倒したら今度こそお前を。恐ろしい兵器にビクトリウムの力を使うと。地上人が私たちが封印した愚かな歴史を繰り返そうとしている。威力を持つ禁断の兵器ビクトリウムキャノン、そしてさらに襲来する新たな敵、それぞれの思いが交錯する中、あの悪夢が帰ってくる。次回ウルトラマンキングエース復活のルギエル。この番組は楽しい時を作る企業バンダイ、マクドナルドとご覧のスポンサーがお送りしました。